デザインなどを学ぶ専門学校生が CM クリエイターとタッグを組み、コマーシャル作りに挑戦しました。この企画は県広告業協会創立50周年を記念して初めて行われました。静岡デザイン専門学校など4つの学校の学生28人が4グループに分かれ、県内で活躍する CM クリエイターと協力し、県広告業協会のコマーシャルを考えました。これまで何度も集まって議論を重ねてきた学生たちにとって、今日が最終プレゼンです。それぞれが決めたキャッチコピーに沿った作品を上映しました。デート中にも脱毛しない、疲れて帰ってきた時もちゃんとご飯食べてね。広告って出会いだ。県広告業協会は今回出されたアイデアをもとにコマーシャルを制作、10月からテレビなどで放送されるということです。